中村義弘は、日本の映画監督、脚本家、ナレーター。茨城県つくば市出身。茨城県立土浦第一高等学校、成城大学文芸学部芸術学科卒業。映画の仕事に惹かれたきっかけは、高校3年の時に見た、マルサの女である。大学在学中より、映画研究部に所属し、8mm 映画制作を始める。1993年に、さみだれ厨房がピアフィルムフェスティバルで準グランプリを受賞した。大学卒業後、崔洋一、平山秀行、伊丹十三らの作品に助監督として参加する。1999年、自主制作作品、ローカルニュースで監督デビューする。同年より、ブロードウェイがシリーズ化している、本当にあった。呪いのビデオシリーズでは、多くで監修、構成、演出を務め、また現在に至るまで同作品のナレーションを務める。2004年、脚本家の鈴木健一と構成作家の細川徹と共に映像コントユニット、コバトの会を結成する。2007年、日本映画制作者協会による、最も将来性のある新人監督に与える、新藤兼人賞、金賞を受賞する。2018年、茨城県表彰を受賞。太字は脚本を担当している。ありがとうございます。